量水表とは、河川の岸にあり、水位を測る設備。垂直に立てた支柱に、目盛りが振られており、これを目視で読み取る。洪水や、増水の際に報告される水位は、この量水表の読み取り値である。ゼロ点の基準には、通常東京湾中東町位が用いられる。しかし、特別に、特殊基準面が用いられることがある。なお、ピールは、水位、または、 基準名を表すオランダ語である。これは、明治初期の河川、港湾などの基準面の観測と設置を行ったのが、いわゆる、親とい外国人であった、オランダ人技術者だったことに由来する。特殊基準面とは、河川があるいは水系ごとに定められた、ゼロ点である。近代測量が始められた、明治初期に、河川ごとに定められたものの名残である。明治後期以降は、 ほとんどの河川では TP を基準とした測量が行われるようになったが、いくつかの河川ではなお、特殊基準面が使われている。混乱を防ぐために特殊基準面を使用する場合は、測定値に添え字を行う。主な特殊基準面を以下に示す。末尾数値は TP との差である。明治期には、マイナス1.0455メートル1953年には、 マイナス1.2000メートル1963年には1.3000メートルと変遷している。ありがとうございます。